負けるな。いや、俺ほんまな。お前も結婚せやさけど。あ、うるさいうるさい。親衛隊前に行こう。親衛隊、親衛隊。親衛隊。ある日金太が歩いていると美しいお姫様が逃げてきた。悪い人にね今追われているの。お願い金太守って。金太守って金太守って金太守って。しかし金太は結果が弱く友達とやって負けてしまう。腕力に自信のない健太くん。喧嘩はいつも負けが多い。金太負けが多い。金太負けが多い。金太負けが多い。やがて悪い人がやってきた。身の丈2メートルも男。金太と悪人の大決戦。金太負けるなとお姫様。金太負けるな、金太負けるな、金太負けるな。悪人は金太に襲いかかる。金太は思わず飛び抜いた。そこにあったは大きな木。その周りを金太はぐるぐる回り出す。金太は金玉割った金玉割った。悪人はいつか目を回し、その隙にお姫様は逃げ出した。お姫様の美しさに金太くん目をバチバチまたたいた。金玉たたいた、金玉たたいた、金玉たたいた。しばらく行くと二人はお腹の空いたのに気がついた。ふと見るとマスカットの木が生えている。金太はナイフで切ったとさ。金太マスカットナイフで切る。金太マスカットナイフで切る。金太マスカットナイフで切る。お腹の膨れた二人はさらに安全なマカオに行ったとさ。行けども行けどもマカオは見えず、お姫様はイライラして金太に聞いたとさ。金太まだ、金太ねえまだ、金太まだ。こうしているうちも二人はやっとのことでマカオに着いた。金太とお姫様はマカオに着いた。やっとのことでマカオに着いた。金太マカオに着いた。金太マカオに着いた。金太マカオに着いた。マカオに着いた金太くん。知り合いのビルを訪ねたとさ。お姫様はそのビルを見て言ったとさ。わあ金太、マリタ割とマシなビルやね。金太マシなビル、金太マシなビル、金太マシなビル、金太マシなビル。中に入ると誰もいない。電動版にただ一言書いてある。神田さんから金太くんへのことづてで、金太松神田と書いてある、はい、金太松神田、金太松